くり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。何か匂うね、魔理沙、何食べているの？あ、これか、草屋だ。干物の一種だな。うまいぞ、霊夢も食うか？う。ごめん、遠慮しておくよ。草屋くらいでダウンしてたら、今日のテーマについていけないぜ。え、今日は何を解説するの？世界各地の変わった食べ物、奇食7選を紹介するぜ。う、なんか怖くなってきた。まず一つ目は白子だ。白子？タラコじゃなくて？霊夢もタラコは知っているんだな。タラコはその名の通り、タラの子、主にスケトウダラの卵巣を塩漬けにしたものだ。それに対し、白子は特定の魚に限らず、魚類の精巣を総称する言葉なんだぜ。なんだかすごいもの食べるんだね。色が白いことから白子というが、フグやタラ、アンコウ、サケ、イカの白子などがとしてられているな。フグ、アンコウ、イカの白子は高級品であまり身近な食材とは言えないな。じゃあ、比較的手に入りやすいのはタラの白子ってことだね。美味しいのかな？美味しいかどうかは人それぞれ感じ方が違うからなんとも言えないが、北海道や東北地方を中心に、天ぷらや鍋の具材として食べられているな。濃厚なクリーミーな味わいらしいぜ。そんな風に言われるとなんだか試してみたくなるね。もし食べるなら白子に限ったことではないが、新鮮なものを選んでくれよ。色が白くて、プリッとした張りのあるものが新鮮とのことだぜ。鮭の白子はどうなのかな？鮭の白子は秋にはやはり鍋物の材料として使われるが、値段はとても安い。そして、面白いことにこの鮭の白子、食用以外に別の用途でも最近使われるようになっている。なんだと思う？なんだろう？この白さを使って絵の具にするとか？残念、正解は鮭の白子を使ってレアアースを回収する、でした。わかるわけないよ。っていうか、鮭の白子でレアアース回収って、意味が全然わからないんだけど。霊夢もレアアースは知ってるだろ？もちろん。レアなやつだよね。レアな、なんだ？レアな、その、レアなんだけど私たちの生活に欠かせないものだよね。正解だ。霊夢、よく知ってるな。えへん。レアアースはレアメタルの一種で。具体的にはハイブリッドカーのレアアース磁石や液晶ガラス基板の研磨剤、テレビや LED、蛍光灯の蛍光体などに使われているな。で、これが鮭の白子とどう関係しているの？レアアースには17種類あるが、それを鉱石から分離して回収するには、特殊な樹脂を使うなど手間とコストがかかっていたのが、鮭の白子を使えば、レアアースの吸着を高め、低コストかつ効率的に回収できるとのことだ。へぇ、不思議だね。では、2番目の奇食いくぜ、ピータンだ。ハッピーターンじゃないよね。あれは美味しいもんね。地味なボケ、感謝するぜ。でも、ピータンも美味しいぜ。ピータンって見たことはあるよ。黒い卵だよね。そもそもなんで黒いんだろう？ピータンは中国の食べ物で、中国語ではピータンというらしい。アヒルの卵を灰や木炭、塩と一緒に粘土で包み、さらにもみ殻をまぶし、土や亀の中身に3ヶ月貯蔵し、発酵させたものだ。そうすることで、アルカリが卵の内部に徐々に浸透し、タンパク質が変性するんだぜ。なるほど、それで色が黒くなるんだね。どんな味がするんだろ？匂いが気になるという人は多い。アンモニアや硫化水素の刺激臭がするからな。でも、卵の黄身は暗緑色でとろりとし、白身部分の見た目はコーヒーゼリーのようだ。癖のある食べ物だけにハマる人続出の食べ物の一つでもある。疲労回復や食欲不振にも効くらしいぜ。そう言われると、なんか試したくもなるね。日本人でもピータンを食べたことのある人は多いらしいし、これを奇食とは呼べないでしょって思っている視聴者の方もいると思うが、次に紹介するのは同じ卵でも強烈な奇食と言ってよいだろう。何が来るのかな？3番目に紹介するのはバルートという食べ物だ。バロットとも言われることもあるな。ピータンと同じくアヒルの卵なのだが、食べ方がちょっと違う。どう違うと思う？マリサが強烈な奇食と言ったのが気になるな。色が黒じゃなくて、金色とか？金の卵か、なんか童話に出てきそうだな。正解は孵化直前のアヒルの卵を加熱したゆで卵だ。想像できると思うが、孵化直前のため、ヒナの羽やくちばしがほとんどできている。なんかかわいそう。って思うよな。でも、私たちは卵から孵化し、成長した鳥の肉を食べているんだからな。そっちの方がよっぽどかわいそうじゃないか？そう言われると、確かにそうだけど。この名前はフィリピンのタガログ語から来ているが、他にも中国南部や東南アジアでも食されている。18日目の卵が一番美味しいとされているようだな。どうやって食べるんだろう？まず卵の殻のてっぺんにスプーンの裏などで叩いて穴を開け、中のスープをすする。
味はサザエとか貝の汁に似ている。その後殻を剥いて塩やハーブ、果汁や砂などをかけて中をいただく。ヒナの姿を見るとちょっと引くかもしれないが、味はゆで卵に近いらしいな。まあ考えてみるとサザエとかホタテとかも見た目はグロいけど、日本人は美味しい、美味しいって食べているもんね。これって単なる慣れの問題なのかもね。そうかもな。次は4番目だ。これはすごいぞ。タランチュラの唐揚げだ。タランチュラってあの毒を持っているという。そうだ。まさにそのタランチュラだ。ちなみにタランチュラというの名前の発祥はイタリアの港町タラントで、そこでは毒蜘蛛に噛まれたらタランティズムという病気になり、タランテラという踊りを踊れば死なないで済むという伝承があった。クラシックの曲の多くにタランテラという名前がついているがそこから来ているんだぜ。豆知識ありがとう。で、今タランチュラはどこの国で食されているのかな？これが意外にいろんな国で食されている。南米やオーストラリアの一部、タイやミャンマー、カンボジアの一部の地域などだ。素朴な疑問なんだけど、毒蜘蛛を食べて大丈夫なの？そう思うよな。例えば、カンボジアではタランチュラは唐揚げにして食べる。油で揚げることで毒が抜けるんだぜ。あとは蒸留酒に漬け込むこともあるらしいな。でも、わざわざ毒蜘蛛を食べなくてもいいのにっていう気がするけどな。だよな。カンボジアの人たちももともとタランチュラを好きで食べていたわけじゃないようだな。飢えをしのぐために仕方なく食べ始めたのだが、今ではマニアが好きで食べている。現地の物価に換算すると1匹1000円くらいする計算になるから、高級料理に入るよな。どんな味するんだろう？足にはあまり味はなく、頭部と腹部はカニ味噌のような味がするらしいぞ。形としては確かにカニみたいだね。でも、やっぱり目の当たりにしたら食べれないな。では、5番目いくぜ。だんだんとエスカレートしていくのが今日の紹介方法の特徴だが、次はコブラだ。コブラか。お、リアクション薄いな。驚かないのか？だって、コブラってヘビでしょ。日本でもマムシ酒があるし、ウナギを食べる習慣もあるからそんなに驚かないかな。っていうかコブラとヘビって違うの？コブラの最大の特徴は毒を持っていることで、体の全部を直立させ、首のところを広げることができるものだな。インドのヘビ使いが笛を吹いたら立ち上がるあの得意ポーズのことか。タランチュラと同じでやっぱり毒があるのに食べちゃうんだね。人間の食欲ってすごいね。コブラはインドネシアやベトナムで食されているな。特にベトナムのコブラ料理は1000年以上も続く伝統料理として有名で、ごちそうだ。接待やお祝いの時に1匹のコブラを大人数で共有するのがベトナム風だ。どんな風にして食べるんだろ？現地ではコブラはとにかく健康に良い食材とされているので、全ての部位を余すところなくいただく。最初に心臓を取り出し、主賓がそれを食べる。その後はコブラの一致、胆汁を飲む。その後はまさにコブラ尽くしの料理が続く。コブラの唐揚げ、コブラの春巻き、茹でコブラ、コブラのチャーハンなどなど。鶏肉でもそんなに続いたら飽きそうなのに、すごいね。だな。世界の食文化っていろいろ違ってて面白いよな。他の国の常識が日本では非常識になるし、その逆もあるからな。では、次も強烈なメニュー行くぜ。ドウジタンだ。ドウジって子供だよね。タンってさっき出てきたピータンの中国語にも使われていたね。一体何の食べ物やらさっぱり？聞いて驚くなよ。これは男の子の尿で煮込んだゆで卵のことだ。尿って、おしっこのこと？ざっくばらんに言えばそういうことだな。このドウジタンは中国浙江省東陽市の伝統料理で、無形文化財にも登録されている。素朴な疑問なんだけど、尿だよね。おしっこだよね。汚いよね。それが日本の常識だな。というか中国でも現代医学で尿を取り入れることが健康的だと肯定することはない。ただ、中国には漢方という独自の医学体系があり、漢方では尿を乾燥させて結晶化した成分が炎症を抑えるとして用いられたり、少年がその日最初に出した尿には薬効があると考えられてたりしてきたんだぜ。でも、東洋市では未だに同時端を伝統料理として受け入れられているんだよね。まあ、そうだな。東洋市だけでじゃなく、中国ではそれぞれの場所で発展してきた独特の料理があり、地元の人たちはそれに対して誇りを持っているからな。でもさ、どうやって男の子の尿を集めるの？尿は10歳以下の男児から取るのが理想的であるとされているため、専門業者は地元の小学校に行き、回収用のバケツを廊下に設置。子供も教師もこの伝統には慣れているため、特に違和感を持つことないらしいぜ。売り手は集められた尿に卵を浸し、一日かけて味を染み込ませるらしい。日本で育った私には耐えられない。あまりリアルな説明を続けると視聴者の方々も耐えられなくなるかもしれないので、
この同時炭はこの辺りにしておくぜ。よし、いよいよ最後の寄食だ。その名はカースマルツーだ。名前だけ聞くと全くどんな食べ物かわからないだけに説明を聞くのが怖い。まあ、そんな怖がるな。カースマルツーはチーズの一種だぜ。チーズ？でも、すごくヤバいチーズなんでしょ？カースマルツーはイタリアのサルディーニャ地方のチーズだが、その意味はズバリ腐ったチーズだ。え、チーズってそもそも発酵食品だよね。それがさらに腐ってるって。実はこの羊の乳から作られたチーズを発酵させているのは、なんだと思う？ビフィズス菌とか、可愛いもんじゃないよね。その100倍くらい強烈だな。正解はウジ虫だ。うげ。このカースマルツー、もともとはペコリーノサルドというチーズなのだが、その熟成のプロセスでチーズバイが卵を産みつけてしまう。しかし、それを取り除くことなく、3ヶ月ほど放置すると、すでに孵化したウジ虫が通常よりも早いペースでチーズを発酵させるんだぜ。その結果、できたカースマルツーは口の中で消えてなくなる。他では味わえないような食感に仕上がるらしい。でも、食べるときはウジ虫を取り除くんだよね。その作業って大変だろうね。いや、そのままだ。だからチーズを切るとそこにはウジ虫が中にうごめいている。わあ。そのウジ虫を一緒に食べるのがほろ苦くたまらないという人もいるんだぜ。特に地元の赤ワインとの相性は最高とのことだ。素朴な疑問なんだけど、ウジ虫って体に悪くない？霊夢、鋭いな。いやいや、全然鋭くないから。専門家によると、カースマルツーを食べるときに体内に入った幼虫が腸内に寄生し、重大な健康障害を引き起こす可能性があることが指摘されている。さらにあまりに発酵が進みすぎたチーズも問題だ。考えたら腐ったものを食べているわけだよね。体に言い訳はないね。そういうことだよな。ということで、現在はカースマルツーを販売することは政府によって禁止されている。でも、禁止されればますます食べたくなるのが人間の本性で、今でも闇市では元のチーズであるペコリーノ、サルドの2から3倍の高値で取引されているらしいぜ。私はお金をもらっても食べたくないけど。ということで今日は世界の奇食7選を紹介してきたけど、面白かっただろ。面白かったけど、ちょっと食欲が失せたよ。でも、世界各地にはいろんな食べ物があって、他の国の人から見ると日本の食習慣も変に見えるんだろうね。そうだろうな。このチャンネルでは世界の変わった場所や歴史も紹介しているから、ぜひ見聞を広めてくれよな。ということで、ご視聴ありがとうございました。